You're listening to Shibuya Cross FM.こんばんは。2020年4月3日金曜日、ひらがなラジオ、東京渋谷クロス FM のスタジオからお送りします。まずはグループ紹介から。私たちは原宿発神宿の研究生ユニット、ひらがな神宿です。神宿の新メンバーオーディションファイナリスト6名で結成されたユニットで、去年6月にライブデビューしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では自己紹介、おなこから。はい、ポポちゃんこと石渡奈子です。はい、ゆっちこと辻ゆかです。はい、みゆみゆこと藤田みゆです。はい、ももちゃんこと高田ももです。はい、ここちゃんこと萩田ここです。はい、こっちゃんこと桜木ことです。はい、今日はこの6人でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。なんと初めての全員はい、揃いました。やったね、6人。私たち結構やってたけど、藤田美優ちゃんが今日初めてだね。はい、初めまして。何ですか、初めて。初めて来たけど、なんか変な感じしますね。変な感じする。本当はね、観覧があるんだけど、今日はね、ちょっといろいろ世間が大変ということで。そうですね。でもよかったね、できて。よかった。皆さん聞いてますか？聞いてますか？あっちが配信カメラ。はい、ハロー、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあさあ、最近私たちの出来事、はい、何かありました？出来事、はい、あ、おとといじゃないか、4日前ぐらいに無観客、そうだね、あ、やりましたね。やりました、配信ライブを、うん、私たちやらせていただきました。初めてね、無観客で、ね、初めての無観客、本当、うんうん、しかも配信そう、ね、変な感じしたね、すごい、うん、どうでした、みんな、うん、でカメラどれ見たらいいか分からなかった。確かにどこでどう配信されてるのみたいな。配信さ、されてたやつの動画見た？見た見た見た。すごいさ、なんかさ、カメラさ、目線違う時あったよね。あったあったあった。こっち向いてるのにこっちから撮られてる。そうそうそう、あれちょっと恥ずかしいよね。そう、ちょっと恥ずかしいね。恥ずかしかった。どうだった、ももちゃん。ももちゃん、うん、ももちゃん、ねね、うん、楽しかった。なんかみんな笑いながら踊ってて、ね、そうだね、なんか普通にライブしてるとあそこまで余裕を持ってできないから。確かに確かに、ね、すごいね、楽しかったね、うん、不思議な感覚だったよね、うん、特典会もね、配信しながら特典会やりましたけど、ね、画面越しの特典会、ね、楽しかったね、あれも楽しかったね、楽しかった、楽しかった、本当に、うん、ほっちゃんチームはどうでした？ほっちゃんチームね、ムそう、みゆちゃんとここちゃんと、そういうことね、そういうことね、みゆちゃん、ここちゃんことでやったんですけどね、やりましたね、なんかタイムラグがあるからね。あ、すごい、確かに、そう、コメントとね、自分たちのこう読んでるのとタイムラグがあるから、うん、すごい ね、難しいんだよね、配信ってね、難しい、難しかった。かでもなんか新しい形の、うん、ね、特典会で、うん、楽しかったね。楽しかった、うん、なんか、ね、画面、なんかやっぱりファンの皆さんがこうやって前にいるのとさ、うん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 、普通になんかやるのって結構なんかいつものなんか思いがなんかやっぱりいるだけで私たちも頑張れるなっていう風に思ったから感謝ですね、うんうん、毎回。確かに本当はね、会いたいけど、ね、奇跡的にライブをね、配信でやらせていただいて、ね、配信といえばね、インスタライブも私昨日やりましたけど、あ、やってたね、一番最初にももちゃんも、ね、そうだね、やりましたね。どうでした、インスタライブも。初めてじゃないよね、でも一人でやったの。一人で初めてか。初めてか。確かに二人にとか。そうそうそう、確かに確かに、そうだね。どうだった？それもタイムラグだね。タイムラグあったね。え、みえちゃんとか、みえちゃんがやばかった、なんかマグロのみたいな。面白すぎた、刺身が見えた、面白かった。でも私みんなの見たわ。あんと、うん、ちゃんと見に行きました。みんないたの、最後に。そう、そう、みんな、ここの回が ね、 あのね、桃以外みんないたんだよね。で、みんな知ってる、桃ちゃんのこと呼んでたんだよ。桃はどこにいるのって。桃ってなってた、寝てた、多分。いや、なんかね、ツイッター更新してた。あ、ほんと？それ違う、ね、それもタイムラグ、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 タイムラグ。そう、でもね、みんな来てて嬉しかった。ね、嬉しいって言ってたよね。嬉しかった。すごい、みんなコメントしてくれてね。はい、お家にいるのかな、みんなは。ね、多分いるかな。あと、お仕事してる方もいる、ね、確かに、ね、仕事あるやっぱそれはね、もうどうしてもね、防ぎようがないお仕事はね。
中が大変ですけど、みんなは家でどんなことしてます今？私何でも引きつった笑顔どうしたの？ユンジ何してるの？私はもう本当に毎回ハリーポッターを入れて、うん、DVD を入れて、うん、見て、うん、あ今日はどの回見ようかなってなるほど、あるからその中で選んでこれ見ようって言って見てる生活を毎日繰り返してます。ハリーポッターファンだね。動画系ね。じゃあ動画、そう DVD とか動画系。こっちゃんは何してんの？いや私ね、あのそうライブとかが、うん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 、こう夜だったりするとお家でご飯作れないじゃん、まあ、だからこの期間にめっちゃ夜ご飯作ってる。えらい、えらい、すごい、えらいよ。やっぱね、お家で食べるご飯がうめえ。ご飯と人気出ちゃう。人気出ちゃう。もっと人気違う。でもね、可愛いものとか作れないから。いや、可愛いもの。え、違う、スイーツ作ります、クッキー焼きますとかじゃなくて、チキンカツ作りますとか。家庭用のがめっちゃいい。ほんと嫁にしたいもん。嫁にしたい、ほんとみんなで、ひらがな神宿の嫁さん。食べたい。嫁さん、こう。食べたい。食べたい。じゃなくて、何？やばい、ひどくいじゃん。じゃなくて、うん、そうそう、こっちゃんの料理食べたいな。あ、食べたい、食べたいよね。え、なこちゃんこそ何してんの？私はね、でもゆっちと一緒だね。レビディ動画系、うん、ね、そう、見てる。ネットフリさんとね、今フールをね、また再契約またして。フールは再契約なの？あの、名探偵コナンを見てる。映画を見てる。なんか変なキーホルダー。そうそうそう、ガチャガチャに今ハマってるんだよ、私。コナンのガチャガチャ。そう、コナンのガチャガチャに。やったんだよね。そうなの、やったのよ。ガチャガチャ、ももちゃんも好きだもんね。うん、私たち結構ガチャガチャが確かに嫌いなメンバー、そんなやんない。あ、やるか、でもこっちゃんやらないよね、うん、ですよね。ですよね。ごめんなさい。そう、なのにね、やり、あの、欲しいものが当たらなくて、私、うんうんうん、で、ここが見てて、それを、うん、私もやるよ、みたいな感じでやってくれたら、私が欲しいのが出たの。何が欲しかったの？私、怪盗キットを。あ、怪盗キットね。アムロさんが出たんだっけ。そう、アムロさんが出て、うん、いいじゃん、アムロさん。いいじゃん、いいんだけど、怪盗キットが欲しかったで、ここがやるよってやってやったら出たんだよね。そう、すごい、すごい。でも前もやったんだよね。前私もサンリオのなんかシナモンが欲しいって言ってて、ああ、私がシナモンが出なかった、そう、やるよって言ったらシナモンが出て、うん、交換したクロミちゃんを私は、うん、忘れて会場に忘れて楽屋に忘れて、あれか、一日も持たなかったんだよね。そうっていうことがありました。動画系かな、ね、見てますよ、はい、みゆちゃん、みゆちゃんも、ね、何してるの？みゆちゃんもそうです。みゆちゃんもそうです。アニメか、そうだ、言ってたね、 YouTube か、あと、スイッチ、スイッチやってんの今、ね、やり始めたの？やってるけど、みんなあんまゲームできないじゃん、うんうん、なんかすぐ飽きちゃう。え、何のカセットやってんの？うん、ポケモン。あ、ポケモン、ポケモンね、ポケモン、ポケモンやってる。あと、たまにここのどうもり、どあつもり、あのあつもりか、なんだっけ、借りてやってる。機械が違えば違う、そうそうそう、違う島が作れるから。あつもりって何の役？今日で集まれ動物の森。あつ森の森、すごい連携っぽい。今日でもみゆちゃんが初めてだから、じゃあみゆちゃんのね、なんか、うん、メンバーからのみゆちゃんの紹介しよう。どうしよう。どうですか、みゆちゃんは。あ、みゆちゃんに対して、私たちからってこと？え、みゆちゃんは、みゆちゃんに聞いて、みゆはって言って全然答えないと思うから。え、みゆちゃんさ、そうそう、お母さん感ない？確かに、ひらがな神宿のお母さんって感じがする、うん、そう、基本黙ってるよね。え、うん、なんかみんなの話聞いてる感じする、うん、うんうん、え、違うよ、興味ないんだよね。あ、興味ないのか。え、そう、興味ないんだよね。でもね、たまに発言するんだよね。興味な、あるよ。あるの？ある嬉しい。ある、ある、うん、そんなにないでしょ。ないんかい。たまに意見するんだよね。なんか大切な時に大切なことを言ってくれるの、みゆちゃん。言ってくれるね、うん、そう、なんかあんまり重要なこと、そう、自分思っても言葉に出さないから、ね、言わないタイプだもんね、うん、言わないタイプ、ね、なんかみゆってさ、テンション、あの、興味ないかテンション高いかのどっちかな気がする。確かに、その間のあれがない気がする。本当？え、カラッとしてんだよね。こんな感じする、うん、私ずっとこんな感じ。え、でも高い時はめちゃくちゃ高くない？あ、確かに。っていう、そのどっちか、すごいリアクションでかい時もあるよね。普通か高いかのどっちかな気がする。だってさ、一緒に遊びに出かけた時になんか好きな趣味のものがあった瞬間走り出したんだよ。え、急に走り出したの？ラブライブね。そう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 、よく覚えてる。でもなんかデビューかさ、セカンドワンマンのさ、打ち上げみたいなのした時、ご飯でみんな食べた時にさ、なんかすごいテンション高かったの覚えてる。高かった。全くさ、私たちほら20歳超えてお酒も飲んでもないのに、うん、え、覚えてない？みんなでなんかさ、
やばい、打ち上げ覚えてないんだけど。待って待って、デビューライブの、デビューライブだっけあれ、どっちだ、違う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 、俺なんか暗いレストランでさ、お肉の方、暗いレストラン、え待って、誰も覚えてないじゃん。あ、じゃあそれセカンドじゃないかな。あ、セカンド、あの、うん、あのイタリアンだ、だけど、あ、そっちは1個目の方、1個目の方、すんごい高かったの覚えてる、みえちゃんが覚えてる、すごいテンションが高かった、うん、なんで高かった、え、なんでってこっちが聞きたい、え、なんか狂ってたぐらい、なんかガチャ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 してたよ、あの日高かったね、うん、暴れてたもん一人で、そうなの、覚えてる覚えてる、何笑ってんのこっちゃんつぼりましたね、ゆっちと私だけ何も分かってない覚えてない覚えてない、覚えてる覚えてる、本当に、ね、覚えてないですね、これは、うん、ねえ、あったよね、イタリアすごい覚えてる、ね、ちょっと後でこれ、みんなに思い出すまで話すわ、うん、そうですよ、あとは何かありますか、うん、お家でみんなだからやっぱ過ごしてるのかな、うん、そうだね、まあね、今なかなか会う機会がちょっと減ってきちゃってるけど、まあ、直接会えない時期だからこそね、こうやって配信で、うん、そう、ライブもやったり、ラジオやったり、うん、っていう感じでね、そう、はい、まあ、ね、行っちゃいます、私たちの大好きな、そうしましょう、スーパーヒーロー聴いていただこう、そうだね、じゃあそれでは一曲聴いてください、はい、ひらがな神宿でスーパーヒーロー、転んでも転んでも立ち上がれる君は私の中のスーパーヒーロー、こらえた涙を流す時が約束の合図だ、できなくて泣いたあの日の悔しさが全ての始まりだ、追いかけていた背中が遠くに感じる、足りないものは焦らず探せばいい、レベルアップより大事なものが世界をいつでも回してる、優しさを持って立ち向かえ、変身ベルトなんてなくて、頑張ってても報われないことや認めてもらえないことがたくさんあるけど、自分をもっと好きになれ大丈夫だから、一人ぼっちには慣れていたけど繋いだ手に安心する、仲間を信じて立ち向かえ、必殺技なんてなくても夢見る姿は誰よりもかっこいいから、ありがとう。転んでも転んでも立ち上がれる君は私の中のスーパーヒーロー、悔しかった思い出にさよならじゃなくてありがとう、何度でも立ち上がれる君は私の中のスーパーヒーロー、こらえた涙を流す時が約束の愛
ひらがな神宿でスーパーヒーローを聞いていただきました。どうでしたか？はい、素晴らしい。やっぱりいいですね。うん、改めてちゃんと聞くの久しぶりかもしれん。ね、そうだよ。ね。うん、だって確かに初めてじゃない、うん。初めてだったかな。いやなんかもう忘れちゃったんだけど。私はこの なこちゃんのありがとうバージョンは初めて聞いた。うん、え、本当、うん、だよね。なこちゃんのこのバージョン。そうそう、実はこれね、あれなんだよね、撮り直したんだよね、ここがね、私がですねレコーディングの日にとてもとても鼻声で、そう、あれよかったわ、よかった、なこちゃんあれめっちゃよかったね、そう、鼻声でちょっと声が出にくくなってしまって、ちょっと撮り直しました。花粉だったんだっけ、花粉だったのだっけ、花粉症でしたね、うん、なんかじゃあなんか風邪だと思ってたんだけど、だから風邪薬飲んでたの、でもそうなんだ、そう、だから全然治んないなってなったら、かかた、ね、あの花粉でした、花粉でした、はい、あの声バージョンもみんなに聞いてほしいの、すごい鼻声だよ、お蔵入りですね、あれ、私たちだけ聞けます、ちょっと今のスーパーヒーローは音源初披露だった、初披露でした、ね、どうでしたか、各個人版の M カードがね、クアトロワンマンから発売されていて、ですね、みんな聞いてくれたのかな、ちょっとだけ違うんだよ ね全部ね、各メンバーのがね、そう多分だから私のファンの人聞いてないと思うんだよね、なんか普通のバージョンってさ、あ、全体ね、そうか、あ、発売されてないんだよ、発売されてないんだ、そうなんだ、そっか、まだか、じゃあこれ本当にみんな、本当に初めて、初めましてだ、そうだ、なるほどね、貴重だよ、じゃあ嫌なんだけど私も聞いた人にしかわからない、あの私のバージョン ね、でもいいよ、あれも良かったし、いいよ、みんなぜひね、チェックしてみてくださいということでね、クワトロマンマンどうでしたか、みんな、ね、3月の15日にありましたね、はい、うん、なんかサード、これが1ヶ月経った、まだ経ってないね、経ってない、うん、私たちにとってサード、はい、ワンマンライブで、うん、開催できるかどうかも分からなかった感じで、前日までドッキドキだった、ね、ドッキドキだったわ、ドッキドキだった、ドッキドキ、みんなね、みんなにあのマスクとかいろいろサーモグラフィーとかで ね協力していただいて、うん、ライブ中もね本当に苦しかったと思うの、いや本当マスク、ね、マスクでね、本当にありがとうございます、一緒だった、一緒だった、みんな大変だったと思うんだけど、クワトロなんかあります、思い出、ももちゃん、ずっとももに聞くじゃん、何そんなことないよ、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 なんだろう、あんまりね、記憶にないんだ、ないないの、嘘、もうね、体力がももないから、うんうん、途中から本当に記憶飛んでた、嘘よくあるライブ中も、でも結構あの映像でさ、あったじゃん、顔パンって抜かれた時に、うん、確かにももちゃんみたいな感じで、すごい頑張ってた、頑張ってた、そう、この間のライブ、無観客のライブやしてもらった時も久しぶりすぎてちょっと記憶なかったかな、記憶ない、そうなんだ、本当に、ね、体力が本当にないんです ね、課題です、あと記憶力も ね記憶力伸びます、大事だどうでした、クワトロはさ、みんなでさ、はい、もう一回さ、映像見たじゃん、見たね、通してみくちゃさんで ね、見て、うん、なんか見ました、なんか あのライブはさ、みんな的にもさ、うん、メンバー的にもファンの方的にもさ、なんかすごいやりきった感じ かがあったライブだったから、なんか個人ではね、反省とか課題とかもいっぱいあったけど、その全体を通してって意味で、お客さんにもね、うん、こういいライブを届けられたんじゃないかなって私個人も思いますね、なんかいいね、ああやってみんなで振り返みたいな感じで、毎回やりたい、映像見るのなんか毎回やりたい、なんか良くない、あれこれ用事にしよう、めっちゃなんかいいなって思ったやってて、確かに配信でさ、コメントでさ、うん、ファンの人もさ、うん、見てるわけじゃん一緒に、あれいいよね、いい、全員で振り返ってるから、そうそうそう、めっちゃいいなって思った、めっちゃ面白いんだよね、そうそうそう、なんかさ、ライブやってる間にさ、うん、うちらにしかわからないさ、ハプニングとかさ、マイク飛んだのさ、みんなに見てもらいたかった、めっちゃ届かなかったね、届かなかったね、届かなかったね、だけどそういうところとかもたくさんあるから、うん、そうそうそう、みんなにね、共有したいじゃん、ね、細かいところ、みゆちゃんどうだった、ね、どうでした、ワンマン、ワンマン、うん、え、すごいね、やっぱり大変な中ね、みんな来てくれたのも嬉しかったし、うんうん、確かに、なんかカラーがさ、新曲で初披露だったじゃん、うん、うんうん、しましたね、もうカラーをさ、なんか新曲で初披露して、その後のさ、特典会とかでさ、みんながさ、すごいカラーいい曲だねとかさ、うん、新曲すごい良かったよって言ってくれるのがね、すごい嬉しかった、確かに、嬉しかったね、いい曲だよね、いい曲よ、カラーのスーパーヒーローとね、同じ方が、うん、
ゆうさんが書いてくれてて、ね、はい、うん、そうだね。 あとクワトロはさ、うん、初めて T シャツ、なんかあのクワトロワンマンの T シャツで前に物販、あ、前物販やったね。だからなんかさ、なんか楽しみにしててねみたいな感じ言ってから、ね、ライブできたから、ね、なんかその前と後を振り返ってできたから、うん、なんかすごいファンの方と一体感になってライブできた感はあったかなって思う。初めてではないか、でもワンマンで前物販初めて、まあ、初めてだったけど、そうだね、そう、すごい緊張した、ね、やっぱ緊張するよねワンマン、うん、するよ、するてか私たち結構もう定期とかでも緊張してるもん、うん、ね、いやそう全部基本的にする ね、 ね、ライブは全部ステージに乗る前までがめちゃくちゃ緊張するの、ね、確かに肋骨折れるぐらい背中叩き合ってる、ね、え、聞こえてるかなあの音、バンって音聞こえてる、それはないんじゃない、多分、おーは聞こえてるよね、おーは聞こえてる、おーは聞こえてる、結構聞こえたら結構、でも結構叩いてるよ、いや叩いてる、確かにバシバシ腿とかね強く叩いてっていうからね、ワンチャンできてんのかね、見えないやん自分で背中、見えない、見えないね、でもまあ痛くないからできてないんじゃない、絶対叩いた直後は真っ赤だと思う、みんな背中手形で、手形でみんなステージ上がる、みんなさ、なこちゃん叩くとさ、痛いっていうの、めっちゃ痛いの強いね、でもあのぐらいがなんか気合い入る、ね、ドキドキしてるからさ、なんか気合いが入るよね、余計にね、なんかいつもと違う感じの、なんかワンマンだったよね、3回目の、ね、うん、そうだね、ワンマンの映像もさ、YouTube に上がってるじゃん、ちょくちょく、ね、ちょっとずつね、そう、上がってるから見てほしいな、みんな暇だったら、ね、確かに今、在宅だから、ね、昨日も、なんだっけ、もう一度カラーかな、カラー、あれ、もう一度だね、もう一度上がってた、上がってたから、YouTube で、素晴らしい、あの、3人の見せたいがキラキラ輝いておりますよ本当ですか、成功した、でも、もうここ一つでさ、 YouTube のさチャンネルでさ、あの初めての初披露のもう一度も上がってるわけよ、あ、そうだ、だからもうここで成長を見せれてるんだよ確かにそう、確かに泣いてるし、そう、私泣いてるんですよ、初披露の時にもうなんか最初から全部こもってた本当になんで、なこちゃんここあのなこちゃんとその後私が歌った後に目合うんですけど、ちょっとニヤニヤしてて泣いてるって言ったら自己テストそうなんだよ、確かにね、すごいね、そう考えるとね、よかった、半年どんぐらい経った、デビューしてもう分かんなくなっちゃう、6月29にデビューしてるから、うん、何トンぐらい、もう9ヶ月、なんか経った感じしない、いや、そうなんだよ、ないよね、ね、でもね、ファンの人がね、なんかネットに載せてくれてたんだけど、あのもう一度、そのもう一度に載せて見た、あのね、あの今までのオーディションからのダイジェストみたいな動画を作ってくれてたの、すごかった、とても感動です、ね、サードワンマンの前になんかココが見つけて見せてくれたんだけど、もう今見たら泣くから見れんっつってあれね、すごかったよ ね、 ね、すごいすごいね、そういうのもみんなしてくれる、うるっとくるものが、いや嬉しいよね、ああいうの作ってくれるの、本当だよね、本当だよね、でもさ、マジでさ、すごくない、オーディションでさ、いや、本当、てかいつまで本当言ってんだって感じだけど、本当にさ、自分たちにとっては深いよね、大事だよね、結構大事な日だよね、すごいよね、多分ずっと言い続けるね、ずっと言い続けよう、その日があったって、それがあったからこそさ、うちらが出来上がってるからさ、今いるから、いや本当に、でもあのさあ、ファイナルのさ、その今までドキュメンタリーとか上がってきたじゃん、他のメンバーのとか見るとさ、なんか違うのよ、やっぱなんかわかる、同じ人って思えない感じなの、確かに、なんかわかる、わかる、オーディション中の見方と今こうやって仲良くなっ、まあ仲悪かったわけじゃないけど、なんか別人に感じるよね、そうそうそう、確かにこんな感じだったっけみたいな、で、あの頃のこっちゃん、あーこんな感じだったわみたいな、こっちゃんの、私こっちゃんのマジ、うん、すごいあるの、本当トースの時の、本当とか言ってゆっちもそうだけど、確かにね、みんな懐かしいね、感覚が違うレベルで、そろそろ曲をね、聴いていただこうかと思います、はいはい、それでは聴いてください、ひらがな神宿でカラー、私たちのカラーはここから諦めない気持ちがあるから、信じたいから叶えたいから、みんなと一緒に笑いたいから、カラーカラー
私の色って何色かな、みんなにはどう映ってるのかな、他の人と被ってないかな、ダメな部分がバレてないかな、わがままな人、不器用な人、すぐに傷ついて落ち込む人、十人十色隠さなくても、素顔のあなたが一番好きよ、私たちの神宿でカラーを聴いていただきました。はい、はい、素晴らしい曲ですねって毎回言ってるもんね。本当にいい曲なんだよ。オリジナル曲全部いい曲、本当に、ね、うん、自分たちで言うのもなんだけどって感じだけど本当に3曲目ですね、オリジナル曲。みんなも音源は発売されてないんだよね、まだしてない、みんな音源聞くの初めてじゃない、すごいね、うん、私たちも初めて、私たちも初めて、私たちも初めて聞きました、ね、言っていいのかわかんないけど初めてということでね、初めてでございます。はい、ここでいつもはね YouTube で動画でね、うん、質問に答えてるんですけど、今日はここで質問箱の質問に答えたいと思います。やったね、はい、やったね、答えちゃうよ。じゃあお題をね言いますよ。はい、どうぞ、はい、宝くじが当たりました、さて真っ先にやりたいことは何ですか。むずきにやりたいこと、むずすぎ、私は貯金ですね、なんか私海外行きたい、ね、海外、海外全額使う派、全額は。でもこれいくら当たるか、そう、いくらだろう、いくらかわかんないけど、100万円とかだったらまた話違うし、じゃあいくらか決めよう。じゃあいくらにする、いくら、1等ってどのくらいなの。1億、6億とか、6億、じゃあ3等ぐらいにしとこう。年末系かどうかわかんないの、サマーかもわかんない、詳しいな。1000万、想像か、めっちゃリアルだな。1000万で何が買えるの。とりあえず1回海外行こうか、
かな。1回海外。ココちゃんは海外貯金プラス海外。そうそう、あの全額使うとかじゃなくてその分だけ使う。確かに部分だけ使うかな。でも貯金は絶対するな、私も。私も貯金、だって1000万一気に使えなくない？みゆちゃんでも使いたいでしょ、全部。え、使えないよ。何に使う？みゆ何に使うの？だってほら、お金使っちゃうって言ってたじゃん。そう、あれだけ使っちゃうから。どうする？1000万だよ、1000万だよ。とりあえず、ママとパパに半分はあげたい。えらい、いい子すぎる。そうじゃない？え、もう一回聞いて、私も同じこと言う。え、めっちゃ何様。さあ、ラコちゃんは何やりたいですか？宝くじが当たったら。いややっぱりママとパパにあげたいかな。ももにも聞いて、ももにも聞いて、ももにも聞いて。宝さんはどうですか？どうですか？もう全額親に渡したいと思います。上回ってきたよ。何なんだよこれ。じゃあ私も私も。みんなも終わらないから。プラスアルファみたいな。え、リアルココちゃんは海外プラス貯金かな。そうだね。海外のいいね。オーストラリアに帰るんですか？違う。オーストラリア行ったことあるから。行ったことないでしょ。行ったことないとこ行きたいな。裏側とかいいんじゃない？裏側？なんて言った？地球裏側。何そのブラジルの人聞こえますか？的な方式なの。行く、うん、え、でもどこだろうな、ヨーロッパ系か、近くなんかグアムとかも行ってみ、ハワイとかグアムとかそういう系に行きたい。 MV で行きたいね、ハワイ。ハワイで MV 行きたい。グアム、え、待って待って、飛行機乗るの？飛行機乗れないんだよ。あ、いいよ、歩いてくる。乗れないよ、乗ったことある。歩いてくるよ、歩いてくる。うち無理、飛行機一生乗らねえって誓った。え、乗ったことあるでしょ？いいの MV？ あ、いいの？出なくて一人だけ日本じゃ。沖縄で撮る。沖縄も乗んなきゃダメだ。そうだよ、沖縄もだよ。ダメだ、じゃあ一人泳いでおいで。そう、泳いでくわ。船でいいんじゃないかな。トライアスロン。トライアスロン。めっちゃ時間かかる。こっちゃんは何する？え、なんだろう。え、でもとりあえず貯金するとするじゃん、1000万。そしたら月にじゃあ30万とか、こうコスメとか買っていいよっていう感じ。好きなもので切り崩していく。確かにね。今ね、そう、洋服とかさ、ね、コスメとかもさ、なんか着れるのあるからいいやになるじゃん。だからもうそんだけあったら月この分はもう使っていいっていう、もう使わなきゃダメぐらいの勢いで自分の好きなもの買いたい。いいね、女子だ、女子。気にしないで買えるもんね。やってみたい。確かに、なんか値札とか見ないで買って。え、そうそうそう。あ、これください。みゆちゃん普段からでしょ。みゆちゃんそうだって。普段からあるよ。初期の頃そう言ってきてる。初期の頃そう言って働いてる頃はそうだったね。今はもうガンガン見るよ、ちゃんと。ちゃんと見てる。それが普通です。ゆっちはゆっち。私は1000万当たったらまず USJ に行く。ハリーポッター。ハリーポッターね。 USJ なら今でも行けるかな。行けるな。行けるか。え、どうしようどうしよう。じゃあ海外の USJ。 あー、いいね。めっちゃ楽しいらしいよ。いいな。なんかね、見たの。そう、それ行きたい。いいね、いいね。海外、やっぱ私も海外がいいな。海外か。海外進出の方が3人いるね。スポット取らんといけん。ももちゃんは、ももちゃん海外行かないな、もう。行かん？ももは日本で何するの？そんなにお金持ちすぎててもわかんないね。ね、でも、おも課金。いやでも1000万って言ったら、1000万課金したらすぐ使っちゃう。すぐ使える。すぐ使っちゃう。1000万だよ、だって。使うよ、使うよ。趣味に、趣味に使う。趣味に使ったらもう多分何でも買えるよ。だって子供とかさ、できたらさ、学費、大学4年間で。確かに、確かにね。確かに、そうなんだ。使っちゃうね。とかだってよ。そうだよね。じゃあ4年間遊び放題だ。そうか、ポジティブにね。まあね、すごい面白い答えはできなかった。なこちゃん海外だった。海外行きたい。そう、でも貯金がやっぱりいいかなっていう。偉いね。親にあげるでしょ。貯金しよう。で、ももが当たったら、なんでだ？分けよう。なんでだ？競争が減らすぐらいだったら。なんでよ。山分け。ももだけ山分け。なんでよ。なんだよ。次行きますね。アイドルになる前となった後の今のギャップ。ギャップ？アイドルに。そんな変わってないの？何？とか言ってね。これね、そう、原稿ミスでキャップの今でキャップはありますか？何言いませんよ、お前が。ユッチが積もったんだよ。本当ね、ごめんごめんごめん。スタッフさん
ね、よくね、打ち間違いとかするのよ。あの、YouTube にもね。言えないからね、なこちゃんが一番。すごいよ、なこちゃん。ねえ、じゃあ、何言ってるか全然わかんない。すいません。じゃあ、ゆっち、キャップはありますか？キャップ？キャップ集めてないな、最近。あと何？キャップ？前と、キャップですね、後で。うん、なんだろう。あ、でもゆっちだったら、じゃあ北海道にいた頃の自分と今じゃない？あ、だね。比較するなら。北海道にいた時は、あの、メイクは本当に全くしてなかった。一つも持ってなかった、メイクのコスメ。だからこっちに上京してくる時に、お母さんと、あの何、なんだっけ、あのコンビニじゃなくて、ね、ドラッグストア。コンビニでまさか買わない。ドラッグストア行って、あの、揃えたかな。それぐらいギャップ。あと何かあったっけな、全然パッと今思いつかないけど。バスケもやってたしね。あ、ですね、ほんと。だから髪の毛も違ったね。確かに髪伸びたしね。ショートだったんだもんね。ほんとに、だってほんとに、あの、こっちゃん毎回言ってるけど、前髪ポキポキ、パツンポキポキってなってるじゃん。何ポキポキって、パツンね。でもそれがほんとに私の前髪だったの。あー、なるほどね。バスケ汗かくから、何重にもしないとすぐなんかニューンってなっちゃうから、そういう問題もあるんだ。めっちゃ分厚くしてたから、そういうのも変わったかな。こんなできなかった、こんな。え、個人的に気になるのは私、みゆちゃんの。え、みゆ？なんで？まあそうだね、働いてたからね。だって一番多分ギャップあるんだよ。確かに。そうだよ。正社員で働いてて、でもみゆはさ、なんか特殊じゃん。なんか工場で働いてたから。確かにね。え、それはさ、なんで工場にしたとか聞いていいの？なんで工場にした？ゆうなんか求人が来たからかな。超現実的。そんな感じなのになの。え、なんでこっち来たの、まず。え、なんかそもそも、あの、都会には来たかったの。岩手では。で、就職するつもりなくて、そう、こっちの。なんで、それは何？ちょっと憧れてた。え、そう、ちょっと憧れてた。憧れてた。そう、神奈川。一人暮らしもしてた。え、ちょっと、死後。二人でさっきからずっと喋ってるの。ねえ、びっくりしてる。さっきから二人でずっと喋ってる。何で死後をしてるの、今。こっち喋って、これラジオ。なんか、ねえ、あーとか言って。びっくりしてる、今。楽屋かと思っちゃった。ごめん、勝手につぼれちゃった。もう早く話戻るよ。話戻って。ここちゃんの、違う、なんかね、じゃあ都会に行きたかったって、もう、あの、都会に行きたいって言ってさ、もう東京も大都会に来たんだねと思って。あ、でもね、東京でも考えて、いろいろね、くだらねえ、マジで。もう、みゆちゃんの話を聞いて。みんな、それね、それで、それで、一人暮らしもしたかったし、都会に行きたかったから、なんか条件が良かったから、そこの会社に就職して、なるほどね、すごい現実的な、そう、現実的に考えて、ね、なるほどね、そう、そんな感じ。どう？何、ギャップだっけ？生活どう？ギャップ変わった？え、変わるよ、やっぱり。でもなんか周りがもう本当 9.9 割男の人だったから、工場ってそうなのよ、そうなの。その 0.1 がみゆちゃんみたいな感じだったんだ。もう、え、本当に。LINE に一人とか、なんか、あの、検査とかでもないから。なるほどね。ごめんなさいね、ちょっと。もう、自由、奔放な感じでね。ね、そう、いつも我慢してたの、今まで、ちょっと。我慢してたの。緊張してた。静かにしてた。いいよ、いいよ。いいかな？いい？いいよ。いいよ。だから、なんか、女の子扱いされることがなかったのね。あー、なるほど。今まで。え、メイクとかは結構、気使ってた？気使ってないよ、別に。気使わなかったんだ。いや、え、だって涙袋書いてた？書いてたない。あの、化粧は変わんない今と。あ、そうなの。変わったよ。毎日メイクだ。でも初期の頃って化粧変わってた。変わってた。じゃあ初期の頃のメイクだったね。毎日メイクがそれだったのね。そうだった。めっちゃすっぴんで行ってました系ではないけど、それでも別に女の子扱いはされなかった。へー。そうなんだ。同期の男の子と同じみたいな。へー。だから、アイドルになって、なんか女の子扱いされるじゃん。それは女の子だからね。まあ、女の子だけどね。なるほどね。そうだよ。嬉しいの、それは。え、嬉しいけど、なんか本当になんか過保護すぎるなとか思う、たまに。ああ、多分自立してんだろうね。あ、そういうかな。そうだよね。それはでも、みゆちゃんの良さだよね。うん。経験もそうだし。確かに。でも、いいよね、アイドルはね、女の子扱いアイドルはいいということでね。最後のね、曲を聴いていただこうかと思います。はい。本日最後の曲になります。聴いてください。ひらがな神宿でもう一度。
持つ意味をまだ答えられないからさ、この手で君と作ってみたい。もう一度もう一度僕を信じていいかな、君の瞳を見つめたらそう思えた。もう一度もう一度僕は立てるよ、だからありがとうの代わりにあの景色を見せたい。何度後たえ神宿でもう一度を聞いていただきました。はい、というわけでね、はい、早いですね。早い、番組もそろそろ終わりに近づいてきました。はい、最後にゆっちから、はい、お知らせしたいと思います。はい、私たちは去年の6月29日にデビューしたんですけれども、その1周年のその日にツタヤオイストにて1周年ライブを行いたいと思っています。それに向かってあのツアーもね決定してるのでここまで声出てるのに透明半回らせていただくことが決定しました。はい、皆さんぜひぜひあのねあの会場に足を運んでいただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。待ってます、よろしくお願いします。お願いします。そうだね、今結構大変な時期で、そうですね、無理してね、おいでとか言えないんですけど、でも私たちも一生懸命ね、ライブねしたいと思っているので、はい、1周年ですね。そうだね、1周年だね。配信できたらするし、ラジオもね、こうやって配信したりと、普段でインスタグラムを個人でやってるのと、ツイッターはグループのツイッターがあります。はい、そして先ほど質問に答えさせていただいたんですけれども、はい、いろんな質問を YouTube の方で答えているので、よかったら YouTube の方もチェックしてみてください。そして、いつも随時常に
質問の方も募集しております、うん、はい、はい、ということでみんな言い残したことありませんか？ないです。ないですか？ないですよ。みんな今日もね、はい、じゃあ締めたいと思います。締めたいと思います。本日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送日は5月1日、はい、5月だって。5月1日金曜日18時からです、はい、次回もよろしくお願いします。お願いします。ありがとう、配信見てくれて。バイバイ。バイバイ。体調だけ気をつけてください。手洗いは。気をつけてね。